ルネイコールプリムベールレッソンルネイコールプリムベールレッソンまたはルッソンはフランスの軍医鳥類学者である世界一周航海を行った古今融合に繊維として乗り込み各地の貴重な動植物の資料を集めたシャラントマリティーム県のロシフォールに生まれた16歳で海軍の軍医学校に入りナポレオン戦争の間は軍医として働いた 1816年に薬学、植物学に転じ、1821年から1823年に世界一修行会を行ったデュペリーが船長を務める古今融合に繊維として乗り込み、同僚の繊維、プロスペルガルノート士官のジュールディモンデュルビルともに、博物学的標本の収集を担当した。レッソンは、モルッカ諸島とニューギニアで生きた極楽町を見た。 最初の博物学者とされる。パリに戻った後、7年間かけて、コキー融合の公開の公式報告書ボエジエユーツアージュモンドシュールラ、コキールの動物学分野の執筆を行った。他に、マニュエル・ディ・オーニトロジなどの著書を執筆した。1832年に、ロシュフォールのフランス海軍の主任薬剤師となった。弟のピエール・アドルフ・レッソンも繊維であり、 オセアニアで消息を絶った、ジャン・フランソワ・ドガローの創作公開に乗船した。アールレッスンは、植物の学名で命名者を示す場合に、ルネ・コール・プリム・ベールレッソンを示すのに使われる。ありがとうございます。